マジか。お前か、トロイが血眼で探してるドライバーは。誰だ。アシェル・クレイグ、シカゴの V2 だ。こっちに来てくれ。お前に頼みたいことがある。命は守ってやれると思うぜ。ゾイ、ハーシェル・クレイブって男がシカゴに来いと言ってる。ついてるわね。ハーシェルはシカゴの V2 よ。トロイと同じくミッドウェストの V4 を狙ってる。足がかりに使えるわ。ウェイポイント設定してシカゴに行って。うん、ふん、ウェイポイントを設定して。ウェイポイントをって。まあいいや、細かいことはいいや。シカゴね、近いね、隣町じゃん。じゃあここに行きましょう。ちょっと待てよ、その前にこのミッドウェストのカーディーラーあるかな。あるならばカーディーラーでマシンを新調したいね。これか。ないかな。なさそうだな。表示されてないもんね。じゃあシカゴに行こうか。そろそろね、マシン変えたかったんだが、金はまあ全然少ないか。全然金たまんないね。いやー、しかしシカゴの V2 結構クールそうだったね。話のわかる、おそらく話のわかりそうなやつだね。あ、これはいいや。艦内の電波とか危険運転車両を追跡し、容疑者を確保せよ。了解よ。ここはいつでも花火やってるね。さあ残り3キロちょい、半分ぐらい走ってきましたね。ハーシェルだ。俺から送る場所に来てくれ。お前と話がしたい。シカゴ結構な街ですね。おお、いい並木通り。結構感動するね。さてちょっと行き過ぎましたが、ソーリーね。さあ、あそこに見えるが目的地。
ノーマル、ショーファー。レベルは8か、ちょうどいいね。ハーシェルの指定の場所に送れ。難易度ノーマル、マシンレベル79。マシンレベルってなんかすごい、ね、遅いぞ。今8時に来た。すぐにこの場所に向かってくれ。着くまでに説明する。オッケー。今81レベルだから、まあ、若干ね、こっちに部があるね。いけるんじゃないかな。よし、行きましょう。ウォーターパークまで頼む。事故るなよ。スーツを汚したくない。出せ。時間制限があるミッションですね。いやー、しかしグラフィック綺麗だな、この街の景観。わお、いいね。ワッフル、外部ブレーキを使っていく。やっぱ街だけあって交通量は多いですね。渋滞っていうものはないけども、ゆるい渋滞って感じか。うわ、危ない危ない。なんだこの鉄柱みたいな。よしよしよし、いけるぜ。残り時間は見てないが、結構巻いたんじゃないかな。おー、いい景色。バイブ10のタトゥーが欲しいなら力になるぜ。まず俺が V4 になるのを手伝うんだ。何すれば？俺の代理でトロイのレーサーどもを倒してほしい。そうすりゃ俺は V4 だ。できるか？ああ、よし、ひとっ走りしよう。ひとっ走りしてるぜ、もう。それとも指定のレースがあるのかな、やっぱ。時間がないぞ。多分大丈夫でしょう。フィニッシュ、見えましたね。残り17秒、余裕だよ。あと少しで着く。よし、ぶっちぎり。いいの、ゴールと言ったでしょう。なぬ、モートクワパーツを入手。着いたぞ。よし、分かってるな。トロイを倒せば俺は V4、 お前は510入りだ。なるほど。マップを見ろ。レースで勝ってもらう。タトゥーは？勝ったら手に入る。さっさと行け。やれ。よし、もうすでにウェイポイントは指定されてるのかな。この道順に従っていけば目的地に着くはず。うん、操作性も上がってきたね。さあ、ここですね。シングルプレイでいきましょう。リベンジマッチ、ストリートレースで勝利しろ。難易度ノーマル、推奨マシンレベル86。ちょっと厳しいかな。また会ったな。トロイには警告したんだ。お前には510にふさわしい逃走本能がない。勝負だ。俺についてこられるか。行くぜ。誰だっけ、覚えてないけど、まあ、軽くひねりつぶしてやるぜ。よし、ウボリ野郎に恥をかかせてやれ。そのつもりだよ。いいから任せとけ。うん、直線ばっかだね。なんか単純なレースすぎるな。なんか仕掛けてくんじゃねえだろうか。リードしてる。何か投げてやれ。はあ、ゴミでも何でもいい。惨めな姿でゴールさせてやるんだよ。
ちょっと見づらいな、これでいこう。いいぜ、その調子だ。おっと、本当にそれで全力かよ。しょうがねえだろう、アクシデントはつきものだからな。いける、いいよ。リードしてる、何か投げてやれ。はぁ、ゴミでも何でもいい、惨めな姿でゴールさせてやるんだよ。うん、交通量が多いとコース取りが難しいね。特にカーブとかコーナー時ね。やべ、後ろから来てる音がする。こっち、よし、なんだ遅いと思ったら結構ライバルやるじゃん。舐めてかかったら食われるぞ。12分の9、レースも終盤ですね。外側から行こう、アウトインアウトだ。よし、全速力で行けよ。おいや、そしてこの直線上でフィニッシュと。いいね、ぶっちぎり、ぶっちぎりのミッションコンプリート。レベル10に上がったね。うん、シルバーいいね。サスペンションパーツ、おお、すげえ、もう109人までなったんだ。だいぶ強くなったな。いいんじゃない？510の掟は知ってるな。特別に車を勘弁してやるから、さっさと街から失せろ。そう、敗れた挑戦士は猿のみ。名前が売れてきたわね。ニューヨークのダートスペックチューナーから接触があったわ。そこでマシンのチューンアップができる。でもスペック変更はここでの仕事が済んでからよ。ダートスペックカーは強さと多様性を備えていて、いろんな地形に対応できるの。地形を予測できない時に最適、どんな路面でも素晴らしい走りをしてくれるわ。なるほど、ダートレースが本格化してくるってことかな。ここに行けと、そういうこと。まあ、その前に一応メインミッションがあるかどうか見てみましょう。うん、シカゴにもまだあるね。オマーレベル9、これやっていけそうだね。よし、ここファーストトラベルで行きましょう。アレックス、荷物まとめてベガスに行くのよ。休暇もらえるのか。違うわ、知り合いのために一肌脱いでもらう。俺はあんたのパシリじゃない。俺も仕事よ。彼は物資調達のプロなの。何でもどこにでも運んでくれる。クルーに迎えたいわ。名前は。お前よ、ベガスで会えるわ、仲間にして。うん、ここだね。シングルプレイで行きましょう。レースに勝利しろ。難易度ノーマル。
お、クレイジータクシーかな。ゾーイの手下か。手下じゃないけどな。あんたがオマーか。ゾーイがよこしたなら期待できるな。レースに出て勝ってほしい。大金がかかってるんだ。どうだ、できそうか。これあれやん、トロイと同じ声じゃん。わかんないけど多分そうだよね。まあいいや、お手並み拝見だ。ゾーイはあんたなら朝飯前だと言ってた。証明してくれ。なんかフエルを思い出すね。無差別級ヘビーウェイトマシンのレース。もっと危ない危ない。いや、いいね。すげえ景色が綺麗。お邪魔。うん、みんな遅いぜ。やるなぁ、ゾーイの言ってた通りだ。ちょっと期待外れもいいとこだな。挽回できんのこれ。やり直した方が良さそうだな。こういう時はね、判断は早く、なるべく早く。よし、やっていこう。ゾーイはあんたなら朝飯前だと言ってた。証明してくれ。やべ、ちょっと腹痛いな。まあ冬ですからね、お腹が冷えるとね、どうにも腹がゴロゴロなってます。よしよし、さっき食った豚骨ラーメンが良くなかったのかな。そういや、豚骨ラーメンみたいな白濁した地面ですが、皆さんは何ラーメンがお好きですか？俺はね、醤油豚骨、味噌豚骨、あと辛いラーメンは結構好きだね。あと中華になっちゃうけど担々麺ももう鉄板で好きだね。塩とか、まあ、あっさり味の白湯とか、まああまり飲まないけど、飲まないじゃない。正直俺なんかより全然早いぜ。最終ストレートだ。あとね、味が単調になり気味な味噌味もあんまり好まないね。さあ、これでラストです。フィニッシュ。なんだ、口ほどにもねえな。楽勝だぜ。クルーになってくれると助かる。いいぜ、ゾーイに頼まれてニューヨークでいろいろ動いてんだ。ニューヨーク？そのうちわかる。じゃあな、アレックス。よし、シルバーエキゾーストパーツ、いいんじゃないかな。うん、だいぶ強くなるね。プラス8。オッケー。